釣れた。おお釣れた。また来た。なんだこれ。ナマズだろこれ。クネクネしてる。おお。ナマズ。え？何これ。バス？なんかクネクネしてるぞ。あ、バスか。うお。ナイス。よっしゃ。バスだ。抜けるな。うい。いやー。30ちょうどぐらい。あの今日ね、ボラッコとかが今それに浮いててずっとボイルしてたんですよ、ね、ボイルしてこいつが追いかけ回してて水面食ってたんで、そのボラッコのイメージね、まあ小さいですけど30ちょうどぐらいのいいバスですね。このバスはいいっすよ。ナマズかと思った。ナイスバス、ありがとう。魚が食うっていうのはね、あの僕バス釣り40年やってますけど腕は全然ないです。このルアーがいいだけ、正直ね。このルアーがいいから釣れただけで、自分の腕は何もないです。はい、このヨウズリ 3D ヨウズリシャッドシリーズっていうのは本当にもう他のルアーをね使えなくなっちゃうんですよ。普通にね釣り来て、あの釣り比べして、まあいろんなね、あの腕の自信になる人と一緒にやっても釣り負けたことが一回もないですね。要するにもうこの世界で一番厳しいって言われてるこのスレスレのね鬼ズレフィールドでも、このヨウズリ 3D シャッド、これの動きがあるとバスが食っちゃう、反射でね。ちょっと当たりがナマズかなと思ったけどバスでしたね。さあ1匹出まして、サイズがまだちょっとね出ませんので、でかいの出しますよ。見た、今のキャスト対岸ギリギリズドン、足元対岸のスレスレに落として、ベイトである、まあ、ヒューオであったりボラッコをイメージして弱った感じでトゥイッチング入れながらダダ巻きしながら、あとここ水深浅いんでドンドンって水深をね土煙を上げるイメージ、うん、そうするとスレバスでもね地面にドンドンってこういう感じで刺さってってるから、浅いから。ちなみにこれ 1.5 メートルも潜るんだけど1メーターぐらいなんで、水深のシャローの魚を捕らえちゃうんだね。はい、対岸届いちゃった。感じで体感届かせながらの、まあトゥイッチが効く感じするね、このルアーは。まあダダ巻きでも釣れるし、あと自然に8の字を書いてくるね、こうやって自然にちょっと竿を位置変えただけでも8の字になる。だから普通のルアーの10倍20倍釣れちゃいますね。